は今日めっちゃ寒い。今日めっちゃ寒いし、なんかくしゃみが止まんないんですよ。くしゃみ止まんないし、鼻水も止まんない風邪ひいてるわけじゃないんやけど、てか風めっちゃ強ない？風めっちゃ強ないですか？花粉症かな？花粉症なんですか？そうなんですか。で、風めっちゃ強いんやけど、なんかさ、昨日さ配信してた時にその窓開いてるんじゃないって言われて、で窓を見たんですよね。そしたらなんか窓開いてはなかったんですけど、なんかね、なんて言うんだろう、その空気、なんだろう、空気口みたいなところからめっちゃなんかいい感じに音がよくはないけど、いい感じに音が鳴ってるんですよ。全然良くないんだけど、強風のおかげでなんか空気口のところからすごいね音が鳴る。窓は開いてなかったです。そう、風強い。なんかさ、てか本当に鼻水となんかくしゃみが止まんなくて、なんかあれなんですよね、花粉症じゃないと思うんですよ。なんか多分ハウスダストかな、なんかわかんないけど家にさレオがいるじゃないですか。私犬実家飼ってて、あ、目もかゆくて、実家に犬が一匹いて今、それでなんかもうずっと何年間もさ別々で暮らしてたからさ、飼い犬と。そしたらなんか久しぶりにこう長くレオと一緒にいたら目かゆいしなんか鼻むずむずするし、くしゃみ止まんないんですよね本当になんか日に日にひどくなってきてるなんてこった。ね、めっちゃ目がイガイガする。目がイガイガってなんか変な表現だけど目がねシュワシュワするんだよね。そうなんだよね。まあ今は全然大丈夫なんですけどね。なんかこの部屋に来たら全然大丈夫。なんかリビングいたらシュワシュワする。
こんばんは。ドライアイじゃないんだよね。ドライアイ、あ、若干ドライアイやけど、でもそんな重度のドライアイではなくてですね。寒いよね。本当に寒いよ。寒波がやってくるよ。寒波が。東京は昼間は暖かかったけど寒くなってきた。マジで？東京の方が関東だから寒いでしょ。みんな風邪ひかないようにね。私も風邪ひかないようにするから。気をつけます。タタタタタタラタタタラタタタラタタタタタタ。いや、皆さん夜ご飯は食べた？夜ご飯食べましたか？食べましたか？お、食べた人が多いですね。こんばんは。こんばんは。みんなはちゃんと自分で作るんですか？偉いね。すごい。うん。あ、そばいいね。私のお母さんが今日お昼そば食べてました。美味しそうだった。一人で作って食べます。偉いね。偉いですね。でも私もね、ご飯作れるっちゃ作れるんですよ、本気を出せば。本気を出せば作れるんですよ。目がシュパシュパする。こんばんは。なかなか本気を出さない愛子じ。本気は、なんかね、自分のためだけに作れなくて、なんか2年前ぐらいにすごいただただ自分の健康だけを考えて1、2ヶ月ぐらい本気で頑張ってみたんですけど、なんかそれ以降ね、
なんだろう、自分のために作るのが自分なんだろう、なんて言ったらいいんかな、そんな別に頑張らなくてもいいかもとかって思ったら、自分のご飯のためだけにそんな本気出さなくていいわってなんかある時ふと思ったんですよ。そしたらいつの間にか自炊が終わってましたなんかさ、あの誰かのためにとか、そのそういうこう目的が自分以外の他の人のためだけだったら、ためにだったら作れるかもしれないけど、なんかその作る相手が自分相手だったら本当に本当になんか本気が本気を出せないんですよね。そうなんですよ、目的があったらそう作りやすいんだけど、こんばんは、そっから作ることをやめてしまいましたえ、でもたまにね、たまに野菜炒め食べたいなって思った時とか作ったりするけど、まあそれ以外はやらなくなったね。スペイベの時は頑張りますよ。スペイベはお菓子作るんですけど、まあお菓子はレシピ通りちゃんとこなせば作れると思うので大丈夫だと思います。お菓子を作る。こんばんは。こんばんは。15分経った。今日外出たよ。今日外めっちゃ寒かった、風強かったし、風冷たかった。お疲れ様、みんなも早くお家に帰りましょう早くお家に帰って温まりましょう。てか本当にやばい、なんでこんななんか目がなんかこんなシュワシュワするんだろう。どうして。ああ鼻水も止まんないし、なんかこうやって鼻つまんでないと鼻水が垂れてくる。なんか喉もイガイガするし、目がシュワシュワする。
変えとかないといけない。目もつぶって鼻もつまんで何もできない。何もできない。なんかのアレルギーの可能性がある。で、私本当に花粉症じゃないんですよ。花粉なんか絶対広島に戻ったら絶対これは治ると思う。なんかのアレルギーだと見た。これはまあ何でもいいけど、何でもいいけど、何でもよくはないな。何でもよくはないけど、じゃあ今日は8時半になったら終わります。ああ。今日は髪の毛ストレートです。じゃん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 。なんかね、ヘアビューロンっていうね、ストレートアイロンでかけたらね、ストレートになりました。サラ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 ストレートになりました。イエーイ。イエーイ、イエイイエイイエイ。あのあれ欲しいんですよね最近。ヘッドホン欲しい。ヘッドホン買おうとしてます。これは耳当て、これは耳当てです。耳当てでイメージ。こんな大きくなくていいけどさ、ヘッドホン欲しいんですよ。ヘッドホンのおすすめを教えてください。何がおすすめですか？みんなさん教えて、教えてちょう、教えてちょう、教えてください。おすすめわかんない。平均の値段がわからないです。
どれぐらいが相場なんでしょうか。ピンキリですか。見て、あ、ソニーがおすすめですか。そうなんだ。ボーズかソニーそんなに高いの。20万円。あー、マジか、無理だ。20万円は無理だそれは無理な。うん、どれぐらいだったら出せるかな。ピンキリだから予算決めちゃうといい。そっか、うん、私はそんな贅沢できないので、よいしょ、そんなに高いやつじゃなくていいから、3万円台3万円台にしようかな。3万円台か、頑張って4万円台出してもいいかな。3.5 から4ぐらいかな。 3.5 から4ぐらいのものをかな。私が買うってなったら、なんかね、 AirPods もいいんですけど、なんかヘッドホンのあれが可愛くて、このかけてるのが可愛くてなんか普通にファッションとしても可愛いし、普通に音楽聴いてなくてもつけてるので可愛いから、まあ、音楽聴くためにも欲しいんだけどね。いや、でも見た目重視じゃない。音も大事ですよ、もちろん。ビーツいい。そうなんだ。ゼンハイザー。へえ。いいんですね。メモしときます。ゼンハイザー、ビーツ、ボーズ、ソニー。今4つ。4つ今メモしました。ファイナル？わかりました、メモしました今。ありがとうございます。デンデレッテッテッテレジャンジャ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 ンジャンジャ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 ンジャンジャ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 ンダンダラダン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 。こんばんは。暗い？今更だけど暗いですか？
街見かけた見覚えのある青い T シャツ。タタ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 。声かけようとその隣で見知らぬ誰か、ふと空下目に映る空はいつもと同じで、きっとこうして人はちょっとずつ過ぎた季節に記憶を隠す。いつかこぼれた涙集まって、日を浴びてさまようまで。そうだから maybe 悲しまないで、考えてもわかんない時もあるって。散々でも前に進む道はどこかに望みはあるから、雨の朝でも Baby don't cry、 愛をなくしても Baby don't cry、 一人になんてしない Baby don't cry、 Baby don't cry、 Oh yeah yeah yeah、 さあ目の前に映る自分がまるで別人みたいな日もあるけど、諦めないで Let me see your smile、 良くなる方へ捉えたら、安室奈美恵さんの Baby Don't Cry です。大好きこの曲。ソロイベントで歌う曲を考えているところでございます。あ、待って、言っちゃった。何するか言ってしまいました。まあでも歌うしかないんですけど、私はもう歌うしかない。30分です。何歌おうかな。普段歌えない曲歌いたいよね。米津玄師さんとか歌ってみたい。夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように。戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた。おえ、言えずに隠してた暗い過去も。おえ、ドドドドドド、あなたがいなきゃ永遠に暗いまま。おえ、きっともうこれ以上傷つくことなど
ありはしないとわかっている、あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いレモンの匂い、え、雨が降り止むまでは帰れない、切り分けた果実の片方のように、おい、今でもあなたは私の光、おい、おい、ヨネスケンジさんもいいですね。じゃあ皆さん、そろそろ終わります。13位、キノコのガパパさん。12位、アッチさん。11位、コウタさん。10位、カタカナのタカさん。9位、ズーミーさん。8位、ユウさん。7位、ソリオさん。6位、ウリンちゃん。5位、空飛ぶドラえもんさん。4位、ハイキーさん。3位、ジャボテンさん。2位、黒い天使さん。1位はケンケンさんでした。ありがとうございました。皆さん風邪に気をつけて、明日もしっかりご飯を食べて頑張りましょう。またメールを送ります。メールを送ります。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさーい。お疲れ様。バイバーイ。